そうしますとめちゃくちゃドカン勢いがある技なので、その勢いとともに皆様自由解散してしまうことが多いです。
なので僕の自己紹介を今のうちにさせてください。私の名前はパフォーマー蓮吾と申します。こんな感じでパフォーマーです、インスタグラム、そしてライブ配信などをやっております、今時期が時期で、自粛期間中にですねライブ配信などを通してたくさんの人に夢を与えたい、夢を与えたい、そんな気持ちで私もやっております。全国各地、東京、大阪、神奈川、いろんなところもあってこのストリートパフォーマンスでたくさんの人に笑顔をお届けする、そんな活動をしております。そして僕には一つだけ目標があります。それはですね、パフォーマー、この職業をですねぜひもっともっと夢のある仕事にしたいです。YouTuber とか芸能人とかミュージシャンとか夢があります。ですがパフォーマーと言われてピンとくる人は本当に少ないと思います。なのでこれからもパフォーマーというものをもうちょっと認知度を上げていきたい、そんな気持ちでこれからも続けていきたいと思っております。そのために一つだけ、最後だけお願いがございます。終わりましたらこちらの前に僕は堂々と立って、何かを持って何かを待ってます。お察しのいい方はお気づきかもしれません。終わりましたらですね、僕はこちらの前に立ってます。そしてこんな感じで皆様ご存知の帽子を持ってます。そしてこちらの前に帽子を置いてますので、最後楽しかった、面白かった、元気もらえた、もっと頑張ってほしい、そんな気持ちをぜひですね分かりやすい形に変えてこの帽子の中に入れていただけたら嬉しいです。そして帽子を着ちゃう、折りたたんでいただけたらとてもこれから頑張っていくことができます。遊び趣味でやっておりません。これからも仕事としてやっていくために、最後皆様の全力の応援よろしくお願いします。それではお待たせしました。じゃあ僕あっちの方から走ってくるんで、こっちの方が危ないので交換しましょう。で、斜めにこれでお願いします。で、僕は頑張ります。それでは最後向こうから走ってきて、こちらの2人を飛び越えて最後ラストとなります。本当に最後まで足を止めていただきありがとうございました。このパフォーマンスが以上となります。それではラストパフォーマンスです。ミュージックスタート。